ゲ備ビ線は、岡山県新見市の備中神大駅から広島県三好市の三次駅を経て、広島県広島市の広島駅に至る、西日本旅客鉄道の鉄道路線である、中国山地西部の山間を走るローカル線の一つ。中国自動車道の開通や、山陽新幹線と接続する、白尾線の特急列車網の整備などで、広島市から広島県北部を経て、 キスキ線を経由して、松江市、米子市などと結んでいた、引用連絡路線のメインルートからは、外れ、現在は、広島市三次市間の都市間輸送や、広島市三次市小原市及び、新見市小原市東上町といった沿線の通勤、通学輸送が主体の路線となっている。公設の通りあたり路線は区間によって、輸送密度に大きな差があり、 カルガ駅広島駅間は、複線、電閣間並みの数値である一方で山間部は、その1、線にあたる9人、2地の区間も存在する。建設当時は長大トンネルを掘る技術がまだなく、中国山地の山しそを迂回するように路線が、付設されたため、ビンゴ小原駅から東場駅までの距離はおよそ5 0トルあるが、道路ならば3 0トルほどである。 三次駅広島駅間では急行、三好が運行されていたが、2007年7月1日のダイヤ改正で廃止され、快速、三好ライナーへ置き換えられた。カルガ駅広島駅間は、広島シティネットワークとして、広島市の近郊区間に位置づけられており、IC 乗車カード、アイコカのエリアに含まれる。同区間では2014年から、ラインカラーには、 三次の名産武道と秋田方市の花として親しまれている、紫じさのイメージとして、紫が、路線記号は、P が選定されている。一方、社内掲示等で使われる、広島エリアの路線図においては、白木山駅等のビンゴ落合駅までもこのカラーで表現されている。その後、2016年に、岡山、福山エリア並びに山陰エリアのラインカラー、路線記号が制定され、 同年4月に公式サイトの全域路線図へそれらが反映された際には紫色に P の路線記号の適用区間が白木山駅等も含めた芸備線全区間に拡大されている。また岡山市社管内で駅形順賃表を路線記号入りに更新した駅でも同様の対応となっている。その一方で白木山駅、日葉山駅間各駅の駅、 刑事時刻表では、路線記号未制定の山口地区各線同様に、路線記号のアルファベットが入らないカラーのみのシンボルを使用している。また、岡山、福山エリアとしてのラインカラーではないことから、ビンゴ落合駅新見駅間では2016年改正時点においては、運賃表以外の旅客案内には使用されていなかったが、2020年5月現在は、 新見駅での地下連絡通路の1.2番乗り場の案内看板の更新時と、ビンゴ落合駅の各乗り場の案内看板の増設時に使用されている。備中神奈駅ビンゴ落合駅間は、広島県内を含めて、岡山支社、ビンゴ落合駅三次駅間は、広島支社三次鉄道部、三次駅広島駅間は、広島支社の直轄、支社協会駅であるビンゴ落合駅は、 岡山支社の管轄である。日本国有鉄道時代は、塩町駅が岡山鉄道管理局と広島鉄道管理局の境界で、同駅は岡山局の管内だった。備中神代駅からは、中国山地の谷を高橋川水系の上尾川や成和川に沿って走行する。後駅東場駅間の大竹山トンネルで、岡山県から広島県に入る。 坂根駅、貧乏八幡駅や小向駅周辺では、かつて、たたら吹きが行われていた。道後山駅の少し手前で、芸美線の最高所に達し、ここから日本海に注ぐ豪の川の水系に入る。次の駅の貧乏内合駅との標高差は160メートルも、あるため、蛇行しながら25%パーミルの勾配を下っていく。途中で渡る小鳥現在一鉄橋は中国地方一。 高い橋である。ビンゴ落合駅と檜山駅との間は、5.6km の間を徐行しつつ15分余りかけて、木杉線方面から下ってきた最上側の渓谷を進む。檜山駅から田園地帯になっていくが、幾度か狭い谷合いを走る。ビンゴ小原駅付近で、西白川から離れて、国金川流域に入ると平地がだんだん開けていき。 茂来川を渡って、福縁線と合流して、塩町駅から茂来川の左岸を走行し、三次駅に到着する。三次駅から郷の川沿いになり、県道の拡張のために経路が変更された、上川立駅、高立駅間を走行し、ここで、芸備線で最長の郷原トンネルを通過する。向井原駅の北側で、泣き別れと呼ばれる、中央分水海を越えるが、 標高214メートルと比較的低い場所にあり、かつ平地にある。ここからは、大田川水系三崎川に沿って、中深川駅付近。中深川駅を過ぎたあたりから周囲が明け、車窓には、ニュータウンが見えてくる。下深川駅の先で大田川の左岸を南下し、大田川の右岸を走行する、壁線と並走、戸駅からは、中山地区を通過して、広島車両所。 広島新幹線運転所の脇をかすめて、広島貨物ターミナル駅構内で、山陽本線と合流し、広島駅に到着する。野外駅広島貨物ターミナル駅間では、新幹線博多総合車両所広島支所と、広島駅を結ぶ高架の改装線、広島車両所と広島貨物ターミナル駅を結ぶ、地上の改装線が並走している。さらに、 旧ヤ賀研修所広島貨物ターミナル駅を結ぶ地上の改送線も並走していたが、こちらはヤ賀研修所の廃止に伴い廃線となり、踏切部分のレールが撤去、舗装され、河川も撤去されている。2020年3月14日、改正時点の運行形態は次の通り、普通列車、快速列車のみの運転で、 全線を通して運転される列車はなく便も、落合駅と三次駅で運転系統が分かれている。なお、広島駅に向かう列車が下りとなっている。一下の運行形態各説では上り方から記述する。広島駅三次駅間の一部列車を除いて、全線でワンマン運転を行っている。この区間は、芸備線の中でも運行本数が多く、 広島駅3時駅間で1時間に1本程度が運転されているほか、広島駅下も深川駅、軽賀駅、市は口駅間の区間運転の列車も運転されている。ゲイビ線の中で特に利用客数の多い、広島駅下も深川駅、軽賀駅間は快速を含めて、日中約20から30分間隔で運転されている。広島発5時代の上り始発列車の180。 2D は、ビンゴ小原駅と福縁線、府中駅を並結して運転している。ビンゴ小原駅は、日曜日宿日は三次駅までの運転である。広島発の福縁線直通列車は、午後にも、府中駅が一本設定されている。下りに三次駅を越えて直通する列車は存在しない。普通列車の他にも、快速、三好ライナーが平日は4往復。 同休日は下り6本上り5本設定されており、所要時間は約1時間20分である。2007年7月1日のダイヤ改正以前は、広島駅、下深川駅と軽賀駅から三次駅までの各駅に停車する通勤ライナーも3本に設定されていたが、三好ライナーに統合されて廃止された。2019年10月23日に、 平成30年7月豪雨災害からの前線、復旧を果たしたが、その後の2019年10月26日同年12月8日の、間の土曜、日曜、祝日において、快速、三好ライナーのうち一往復を延長する形で、広島駅ビンゴ小原駅間で、快速、小原ライナーが午前に上り一本、夕方に降り一本が運転された。停車駅は、 三好ラインの後同じであるが、延長区間の三次ビンゴ小原間はノンストップで設定された。2018年度の混雑率は127%となっている。しかし、四洛口駅広島駅の平均混雑率であるため、実際は広島方面に近づいていくほど列車本数も乗降客も増え、それ以上に混雑している。この年は土砂災害もあり、 車両数も減っている。この区間は三次駅ビンゴ落合駅間で普通が後往復と三次駅ビンゴ小原駅間の普通がに往復運転されており、曜日によっては5から6時間ほど運転されない時間帯がある。以前は日中にが1日曜日に運休する列車が存在した。塩町駅三次駅間には福縁線の列車が乗り入れている。この他に臨時列車として 普通列車が日中二三次駅ビンゴ最上駅間で一往復運転されることがある。この区間を走る列車はすべて白尾線の新見駅発着で備中神代駅から芸備線に入る。白尾線の新見駅備中神代駅間の布原駅は芸備線の列車のみが停車するため運転系統上は芸備線扱いとなっている。新見駅からの列車の半分は 東場駅までの運転で、ビンゴ落合駅東場駅間は1日わずか3往復の超過ソロ線であり、JR 西日本管内では最も、平均通過人員が少なく2018年度は1日あたり9人しかいない、利用状況1。新見駅東場駅間の朝の1往復は、平日のみの運転である。2005年3月1日のダイヤ改正までは、ビンゴ落合駅東場駅,駅間が5往復。 東上駅新見駅間が7往復であった。2000年3月11日のダイヤ改正では、土曜日も運転する列車が設定されていた。この区間では、早朝に1本のみ、新見発ビンゴ落ち合行きの回、この快速は、以前はキハ120系の方向幕に、快速ビンゴ落ち合いという表示がないため、方向幕には、ビンゴ落ち合とのみ掲出し、前面窓内側のワンマン投下に、 海速と記載された種別札を挿入した上で運転されていたが、現在は方向膜に種別入りの膜が加えられたため、種別札は使用されていない。2004年夏には臨時海速としてキハ120型を使用した奥出雲号が新見駅キスキ線出雲坂根機関で運転された。2020年4月4日から同年7月31日まで、期間限定で、 利用促進のための増発が行われ、新見発搭乗域が2本、ビンゴ落合発新見駅と搭乗発新見駅が各1本増発され、定期列車の新見発搭乗域1本がビンゴ落合きに延長される。かつては急行、千鳥、大石、三吉などの優等列車が運行され、1980年代頃までは引用連絡線として多くの急行列車で賑わっていた。 2007年7月1日に廃止された当選最後の急行、三好は廃止直前時点で4往復が運転され、当時の JR の急行としては唯一2往復以上運行される列車となっていた。また他の急行列車が客車や電車、一般系のキハ47型機動車を使用していたことから、急行系機動車のキハ58系で運用される。 日本で唯一の急行列車となっていた。国鉄時代は前日の急行列車を含めて1日、十数本の運行だったが、広島駅に位み駅間を走破する列車も設定されていた。また、最終列車も早く、広島発では3時行きが21時台、四枠地行きが22時台だった。これは1987年4月1日時点でも変わらなかった。なお、 1980年9月30日までは、夜行、千鳥を使って、広島駅を23時50分台に出て、島口駅、三時駅、ビンゴ小原駅などに深夜に到着することができた。かつての優等列車は、山陽本線、日月線、白尾線、姫新線などと直通で運転されていたが、晩年は、芸備線内のみでの運転となっていた。一時期、 壁線と直通する普通列車も存在し、臨時列車の急行、大野川、快速、SL 三好などは、三重線に乗り入れていたが、いずれも現在は運転されていない。すべて起動車で運転されている。1991年には、新四式起動車の投入による高速化が要求されるようになり、同年11月には、四国旅客鉄道の特急用起動車である2000系を、 使用した試運転が、東場駅広島駅間で行われた。2006年には、地元経済界による、警備線と木キ線キの大幅な高速化が提言され、広島支社から本社に対し、広島周辺の一部区間の電化等の要望が上がっていた。なお、過去に JR 西日本管内で行われた整備事業は、ほとんどが地元負担となっている。 広島駅ビンゴ小原駅間は、ゲイビ鉄道により開業した。ビンゴ小原駅ビンゴ落合駅間は、国有鉄道により小原線として、小乳海駅ビッチュー神奈駅間は、三上線として建設された。広島駅ビッチュー神奈駅間が全通したのは1936年で、翌年には、ゲイビ鉄道全線が買収され、ゲイビ線となった。戦前、戦後の一時期には、 姫新線と一体のダイヤが組まれ、姫路駅津山駅、新見駅、貧乏、落茶合駅、三次駅、広島駅間直通という列車が1日に、数往復も設定されていたことがあった。便宜上、備中神内駅から全列車が直通する白尾線、新見駅からの区間を記載する。以下の駅を除いては、無人駅である。うちは、微中神内駅起点の営業キロ。 各年度の平均通過人員は以下の通り、ありがとうございます。